これか。タイニ殿、無事に戻られたか。戻ったか、ミリリア。はい、ヨシア様、これが結果そうです。次は黒竜蘭だな。こうなりゃ、北の果てだろうが、海の彼方だろうが、言ってやるぜ。それが、どうかしたのですか。フッチが一人で帝国のグレッグミンスターへ向かってしまったのだ。黒竜蘭はグレッグミンスターの、空中庭園にしかない。わしが口を滑らしたばっかりに。このリュックと名前わからん。この人と遊ぶか。空中庭園。私はフッチか。よし、ここで待ってろよ、ブラック。すぐ戻るからな。はい、俺はフッチか。俺はフッチになった。そう、こうおくちゃ、どれが黒竜蘭なのか分かりやしない。こいつが勇敢とか、ゆうじいさんが言っていたのと一番似てるけど。そうだ、それが黒竜蘭だ。ただれだ。お前こそ誰なのだ、少年。ここが皇帝の庭の庭と知らぬわけでもあるまい。あなたはここ皇帝陛下。眠れぬ夜に風に当たりに来てみれば花泥棒に出くわすとはな。その格好勇気しか。はいはい、俺にいや、僕は竜道騎士団第9回フチです。見習い竜騎士か。それでここに何の用かね。黒竜蘭を取りに来たんです。お願いです、見逃してください。黒竜蘭が必要なんです。みんなの竜の目を覚まさせるために。竜、そっか、また、ウィンディか。少年よ、早くここを出ろ。見逃してくれるんですか。早くしろ。私が優しい気持ちでいられる間にここを出るがいい。はい。うん、取ったか。これも取れる。こっち行ける。早くブラックのところに戻った方がいいな。早くしろ。私が優しい気持ちでいられる間にここを出るがいい。まあ簡単だったな。よしよし、行こう。あれは本当に皇帝陛下だったんだろうか。いや、あの迫力は本物だな。でもそれにしちゃ噂と雰囲気が違ったな。俺のことを見逃してくれたし、まあ黒竜蘭も手に入ったことだし、急いで戻ろうな、ブラック。おや、間に合ったようだね。誰だお前は。黒竜蘭ならもういただいたよ。じゃあね、バイバイ。
口の悪い顔だね。そういう子はお仕置きをしなくちゃね。うわあ、ブーン。フッチフッチ、しっかりしてフッチ。目を覚ますのよフッチフッチ。琉球で交流黒竜らの持って帰らないと。おおほ、どうやら気がついたようじゃな。ここは黒竜らのは大量だ。森の中で力尽きて倒れているお前たちを見つけた時もその手にしっかりと黒竜らのを握りしめていて話させるのが大変だったよ。そうじゃ、みんなの竜は、ああ、材料が3つとも揃ったからな。すでに薬は作って与えた時期に目を覚ますはずじゃ。よかった。メルカンさん、3つ目の材料ってのは何だったんですか？それは、どうしたんですか？私が話そう。三つ目の材料は竜の肝だ。そしてその竜の肝は、まさかブラックは、私たちが見つけた時にはブラックはもう息絶えていた。私のことを憎んでもいい。しかしそれが最善の方法だった。そんなブラックが、第二度のヨシュアの竜たちは目覚めました。解放軍と流動騎士団との盟約を結ぶためにヨシュアの部屋に行きましょう。今度は彼も承知するはずです。そうだな、まだ味方になってくれるって言ったわけじゃないからな。これ何？同じか。紋章。第二度のこれで竜たちも、第二度の竜たちのこと、竜道騎士団を代表して礼を言います。それではヨシュア、ああまたお前と肩を並べて戦うことになりそうだな。ただ今度は相手が違うがね。な、第二度の誘導騎士団はあなたについていきましょう。帝国を倒すために。よしは取った。これでやっとん城に帰れるな。俺は竜の匂いってやつはどうも。ハンフリー、実は頼みがある。頼み。はい、入れフッチ。フッチ、わかっているな。はい。竜を失った竜騎士は洞窟を出なくてはならない。ブラックを失ったお前をここに置いておくわけにはいかない。はい、わかっています。ブラックは多分あの時僕をかばって。フッチ、自分を責めないで。いや、いいんです。僕はブラックがかばってくれたんだと思いたいんです。ハンフリー、フッチを引き取ってくれないか。お前なら安心して任せられる。わかった、よろしくお願いします。第二度の戦の時には我々はいつでも駆けつけます。第二様、リュウカン殿のは
先に帰るというので理由でお送りしますが、大人様たちも送りましょうか。ウェルカー。わかりました。フチ元気でやるんだ。いつかここに戻れる日が来るかもしれん。はい。おいおい、そんなに暗い顔すんなよ。俺が剣術を教えてやるって。プチッとった。こっちのことよろしくお願いします。頼む。わかりました。前提でフラッシュと共にお待ちしています。フチ元気でやるんだ。いつかここに戻れる日が来るかもしれん。はい。あ、いや、そんなに暗い顔してんな。俺が剣術を教えてやるって。うちのこと。あ、これは仲間になれる。この女、お前仲間になる。タイニー様では私のフラッシュでお送りします。遅いだけどね。ほら、はい、まあ、あ、これか。ここは南半城です。インクボン。なんだ。ねえ、何言ってやがる。おいらの勘を信用しねえのか。何が勘よ。その勘のおかげで帝国軍に捕まりそうになったのを忘れたっていうのにな。キキキ、あん時は調子が悪かったんだよ。おいおい、どうしたんだよ。何を揉めてるんだ。とにかくおいらの勘が言うんだよ。あいつらは、あいつはスパイだって。その証拠に何も喋られない。何を頭からスパイって決めつけることないでしょ。お前ら何を揉めてるんだ。あ、これはフリック様、それにタイニー様も。キッキッキ、タイニーの前じゃしようらしいじゃないか。でもお前の気をしちゃ無理ってもんだ。諦めな。これはスパイか。なんてこと言うのよ。ほら、待ちなさい。なんだ。スパイか、これ。どこ行った？消えた。エレベーター。お戻りになられましたか。それで流動騎士団との迷惑は。ああ、迷惑は結べたんですね。大丈夫だよ。軍師さん、ハンフリーももう少し愛嬌ってもんがあればな。ああ、それより、そこのさっきから黙り込んでいるやつは誰なんだい。ええ、カスミとクリンが城の様子を伺っていたところを捕まえてきたのですが、何を聞いても一向に口を開かないもので、タイニー殿が戻ってからどうするか決めようと。タイニー、あなたが解放軍のリーダー、タイニー様ですか。ありがたい。これで私もウーレン様の言いつけを守れます。タイニー様本人に伝えるまでは誰とも喋るなという言いつけでしたので、これまで固く口を結んでいました。北方の守りを帝王マクドールから引き継いだカシム・ハジルが最近になって突然反乱
分子の断裂を始め巻き返しを狙っているのでしょう。我が主ウーレンは来た方でもなお通った大富豪で帝国からもう一目を置かれていました。そのためウーレン様の屋敷は帝国に襲われる者たちの避難場所になっていたのですが、カシム・ハジルは兵つわものを率いて屋敷を取り囲んだのです。ウォーレン様とちょうど立ち寄られていたビクトール様は帝国兵相手に戦ったのですが、力尽き囚われてしまいました。ウォーレン様は私にこのことを海王軍に知らせろと言って、第二殿のビクールは海王軍の大きな戦力、ウォーレンは大富豪でありながら義理がたいことで知らており、彼を知った者も多いとか、何としても助け出さねばなりません。現在のカシム・ハジルの兵力は8000を超えると思われます。それに向こうは訓練を受けた軍だが、こっちは寄せ集めの軍隊だ。第二度の解放軍は未だ軍隊としては統率が取れておりません。この先戦いを続けていくには軍としての訓練を行う必要があります。どうしようかな。カシム・ハジルが来る前に兵たちの訓練をしておくことが必要と思いますが、どうしようかな。リーダー、ここは軍師様の言うことを聞いた方がいいんじゃないか。どうしようかな。第二様、私もマッシュ様の意見に賛成です。どうしようかな。そうだな、わかりました。準備はお任せください。第二殿は明日に備えて、今日はお早くお休みください。誰、次の仲間。大砲、あの影装備を持っているこれいつ誰。あ、クロイツか。クロイツか。クロイツはなんだ、 S か。 SSS ダメだ、クロイツダメ。あのハンフリー捨てられるなら、ハンフリー弱いね。ハンフリー捨てる、誰の方が強い。いや、クロイツ、まあ、クロイツしてる、とりあえず。あの影使おうか。影は L。弱いだけど、装備持ってる。エリア、イエローか。ネル、リードのベッド行こう。なんだマッシュ、タイニー殿、実は降り行って話があるのですが。うるさい、俺寝よう。タイニー殿、実は解放軍の中にスパイが紛れ込んでいるようなのです。第二殿がいない間に、カスミやクリンたちに帝国領
探らせていたのですが、どうもこちらの情報が漏れているようです。そこで私に策があります。第2度の明日の訓練は私の、指示通りに軍を動かしたい、のですが、よろしいですか。やだ、私に策があります。どうかお許しください。やだ、私を信用されていないのですか。やだ、明日の策は秘密を守れなければうまくいきません。どうか私にも任せてください。やだやだやだ、ありがとうございます。第二殿もお疲れでしょう。それではこれで失礼します。第二殿、あの時のことを恨んでいますか。テオ・マクドールに敗北した時、パーノを置いて逃げたことを、あなたは私を冷たい男だと思われるかもしれない。しかし私はこの戦いに勝つためにはどんな犠牲も払います。それが許せなくても、それが戦いなのだと覚えておいてください。終わった、寝たか。訓練、なんでフレック、この変態、なんでいるフレック。どうしたリーダーさん、オデッサの代わりしっかり務めるんだぞ。なんだこのやつ。俺のパーティー、誰もいない。くそ、俺のパーティー、なんでみんないない。俺のパーティーはずっす、なんの理由。誰、フリック、ハンフリか。分からん、ハンフリ、ゴミ、クロイツか。めんどくさい、このやつは誰だ。くれよ。やむちゃ。フリック。フリック見えない。Look、弱い。これフリック。クロイツフリック。クレオ影。これは誰？夫婦。そっか、夫する。多分誰か入れる。多分、どこ行く？一回か。近い。訓練どこ？こっち？マッシュどこ行った？マッシュ。マッシュどこ？どこ行った？マッシュ。これどこ行く？目的地どこ？フリックどこ？いや、誰？マッシュ。なんでもう一回がある。あ、こっちマッシュ。第二殿、準備は整っております。それはそれもの。おい、急ぎください。みんな待っているのですから。あ、ちょっと、休憩します。